じゃあ今日はね、今日はあのおさむさんご利用しグッズ、便利グッズ、おさむさんがねぜひともご利用しで、皆さんこれいいっすよって、皆さん絶対これいりますよっていうっていうね、これドリフトタイヤリムーバーっていう、これね確かに僕らねタイヤ変えるときに、まあ、スッと外れるのはスッと外れるんですけど、あのスッと外れへんときに、もう4人も5人もピットのテーブルの上でもうこうやってあのラッコみたいになっとったんですよ。カチ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 やって、で結構時間かかっとったんですよ変えんのに、ね、でおさむさんがその都度いつもこうやってやりながら、もうねおさむさんだいたいねこのおさむさんだいたいいつもねこのタミヤのこのホイール変えるやつでこうやってあのなんかあの悪質な占い師みたいにもうずっとこうやってねもうこうやってもうコンコンやってるんですよおさむさんね。でもうひたすらこうやってやりながら、ベアさんこれリムーバーいるっすね、ベアさんこれリムーバーいるっすねってずっとやってるんですよね何のことかな思ったらこれのことやったんですね、おさむさんね。僕もこれ用意したんで、ドリフトタイヤ用って書いてますよ。なんかリムーバーっていうから液体なんかなと思ったら違うんですね。これねこれやり方書いてるんですけど、今日はね、はい、お、あ、タイヤインストールステップ、タイヤリムーブステップ、これも取っときますね。で、つけるのはね苦労したことないんで、外すんがね結構、これはこれ外すんですか、外すんですか、これだ抜けないけど、ここにおそらく穴あるんでこれ間違いないと思うんですよ。こうでしょやっぱりほらで、これをタイヤね、これを黄色に乗せます。でこれをかぶせます。で押します。あ、まあ簡単、まあ簡単で、あとは痛いあとはもっといくんですかね、これ下まで、下まで行って、ね、あと最後、痛い、結局最後が硬い、最後これあのゴムのリング入れてるんで最後が硬い結局、まあでもねここまで行くのもだいぶ苦労するんで、まあ、最後ぐらいだったらね、っていうね。まあ、ここまでいったらあとはまたね、これねこういう風にコンコンやったら外れると思うんで、まあ、一応もうちょいやっておきましょうか。それでどうなんてなるんで、このままやったらあのパクノスケさんも大絶賛しとったんで、これで動画終わると、え、それってどうなんてなるんで、ちょっともうちょいちゃんとやりますね。いけた、あ、いけましたいけましたね。じゃあこっちもね
とちょっと。これ最後までいかないですかね。こうね、当たっちゃうんで、そこが。二段にしたら、あ、二段にしたら行くとか。いかないですよね。ここに限界があるんでね。なんかゴムで止めてる場合は最後苦労するよっていう。あ、いけた。あ、でもね、いけますね。あ、楽楽。じゃあこれフロント用も。あ、でもこれね、え、こうでしょ。あ、ほら、こう逆の場合どうなるんですかね。タイヤこう外さなダメ。その場合こう逆でいいですかね。あ、逆でいいんですか。逆でインストール。あれ、あれ、あれ、大発見。え、大発見。逆の場合は割と。あ、いけた、あ、全然いけますやん。いけますやん。もうこれね、メーカーさんがしたらもうお前頼むから余計なレビューせんといてくれってなると思うね。そこはあの、まあ簡単ぐらいで止めといてくれへんってなると思うね。ね、ほんで、あ、ほんならつけるのね。つけるのは楽なのか。これね、つけるのはね、根本楽なんですよね。もうこれつけるのはね、苦労したことないですよ。こうやってほら、まあ簡単、ね、で、じゃあこれを使ってみますか。え、これの、これにタイヤの、え、あ、エクスペンダーのホイール、なんと、え、あ、これ貫通さすんです。まだちょっとね、うん、沖田さんのホイールみたいになったんで、あのこれ抜けこれ間違ってます。これが抜けへんようになったんで、そんな時はこれ、ダイヤリムーバーがあるんで、安心安心掛け算にメタシザルなんで、はいと。ほら、タイヤインストールからの脱却。これ、タイヤインストールの時はいらないですよね。じゃあもう余計なレビューせんと、もう早う終わるんで。でもね、外すのはかなり、おさむさんが言うように便利です ね。はい、はいと、はいと、オッケー。痛いんかい言って、結局痛いんかい言って。あ、でね、最後にこれね、何を隠そう、多分ね、絶対やったらあかんことやってたと思うんですよ。これね、ケンコバさんとかとラジコンしてた時に、最初ね、あのスポンジを巻くタイプのでやっとった時に、もうね、コロ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 タイヤ外れるんですよ。でね、まああの、もうみんな早やりたい、やりたってしゃあない時にタイヤがコロコロ外れて、もうね、もうちゃんと考えんと何をしたかっていうと、
もう接着剤をぶち込んだと、ね、材打ちまくって材ぶっ込んでとりあえずもう外れないようにしたんですよ。で材ぶっ込んだもんやから外したい時に外れないっていうね。でこの 材入りが外れるのか、これの実力をちょっとね、材を打ってガチガチに固まったこのマーク1を外してみるんで、これはこっちに抜くからこうでしょ、こうでしょ、材入りマーク1をね、いきますよ。ちょっとガラステーブル怖いんで床でやりますね。いきますよ。あ、メキって言った。これはまさかのフローリングまさかのフローリングメキ。あ、大丈夫です。これ材が溶ける音ですね、完全に。ほらほらほら、もうメリメリって。あとちょっと、外れそう。やめときましょうか。もうね、いろんなもん壊しそうなんで、ただでさえモーター壊したんで、これ壊したらもったいないんで、もうこれはね外れないと、材は打った方がいいっていうことが判明したっていう動画でした。ありがとうございました。